こんにちは。こんにちは。どうも、こんにちは。こっちは Facebook ライブで、こっちはインスタライブです。はい。失礼しました。今日は、気ままにダイニング風船かずらで、こんなイベントです。くるくる待って、すいません。一日店長企画。美味しかった？今日は今回第3弾ということで、伏見、京都伏見からリタコーヒーのリタくんが来てくれてます。メニューのメインはパスタ料理です。そして田川は撮影係と賑やかしですね。なんか取り込んでるんで先にこっち行きます。今日はね、こんなものを作りましたよ。はい、リターコーヒーの缶バッジ、そして麺屋かずらの缶バッジ、そして黙々屋の缶バッジってな感じで、こんな缶バッジを最近ハマってるガチャガチャに入れ込んでおります。臨場です。ただいまの時刻は12時からオープンしてるんですが、雨なのでお客さんはぼちぼちです。自分たちは食べてへんもんな、まだな。じゃあ僕も行きますか。ちょっと食レポ行きましょうか。食レポ行こうかな。じゃあちょっと頼んでみますね。隣には JK が座ってます。 JK、 リアル JK、 常連さんのね、娘さんです。さあ、メニュー見せてくれ。メニュー、俺の顔ばっか見たくないので、多分ね。はい、あ、チェックすんの。そう。はい、メニューです。パスタセット、パスタ、サラダ、スパゲッティ、ちゃう、バケットや、全然違うやん。あとこちらもね。クエスチョン1、はい、パスタのソースを選びください。オイルソース、あなたはクリームソース。2番、パスタのメイン具材をお選びください。肉系、魚系、野菜系。魚介はアサリですね。はい。お肉は豚肉のミンチですね。豚肉ミンチ。まあ、それはサルシッチョと呼んでます、ね。サルシッチョね。まあ、ソーセージの中身的な。はい。香辛料が効いた感じですね。あ、汗ばむやつやな。で、お野菜はこんだけです。山盛りですね。夏野菜が多いことになる。うわー、どうしよう。全然頼んでない。野菜まで入ってると思いますけど、あと載せ忘れとかね。どうしよう。ちょっとチェックします。あのマンガンジーやな。マンガンジーも美味しい。マンガンジーは今日なくなっちゃったかな。ええー。約もなくなった。もう。はい。店にあれ持ってきた。いや、俺野菜で行くわ、やっぱりな。すごい美味しかった。3つしか選べへんの？いや、1個選んでください。あ、そう。聞いたみんな。あのチョイスされてなくても多分入ってると思う。シラス？勝手に入ってる。どこにあるのシラス？あれ？シラ、あ、これ。嘘って大丈夫？ちょっとだけ考慮していただける。はい、先ほど食べたそうです。あ、川さん、これあれやわ、横向きになってるわ。え？あ、横に撮ってはるから、Facebook で見たらこんなこうやって。うそん。ごめん、みんな。こうだ。直った？あ、直った。すみません、なんか横向き、こうやって見てたね、もう。やっぱチェックするって重要ですね。これね。
こういうことですよ。今それがライブ中です。はい、3つ。カメラから反対向いて言ってんだよな。そうな。そう。ああ、そういうことか。ナス。ああ、どうしよう。サンド豆ってなんや。サンド豆、あのこういう細いやつ。細い、細いより大きい方が美味しそう。あ、こんにちは、いらっしゃい。こんにちは、どうぞ。しらすやな、しらす。サナはしらすと、しらすと、ナスと、しらすと、ナスと、しらすと、しらすと、なんか丸かぶりになりそうやな。でもしいたけとナスは多分選ばんでも入ってるかも。マジで、ブロッコリーか、あえてブロッコリー、ナス、なんぼでも言うたな。トマト、うん、お前な、あ、トマト選んでないけど入ってた、空心菜。はい、店長の一言。緊張してます。おお、ライブが遅れてくね。美味しいのよろしくよ。パスタおもろいし自由やし、一番遊べる。はい、じー、おいしいのよろしくよ。字が引っかかる。読めないね、読めない、ごめんね。あ、ほんまっすか。あきらまん、ごめん。そうですでしょ。はい、では、はい、お願いします。あ、そうね、でもな、字が反対なんねんて。これ本日のメニュー、パスタセット、パスタ、サラダ、バケット。バケットは麦空さんのバケットです。そしてドリンク、リターコーヒー400円、アイスコーヒー400円。なんて書いてあるや。裏メニュー、裏メニューは自家製リタコーラってのと、はい、レモネードと。自家製リタコーラ、さっきちょっと見てたんですけど、コーラを調合して貼りましたと、レモネード、裏メニューです。あと絶対飲みます。あと風船カズラ、デザートの風船カズラの特製プリンですね。一応読めないので読みました。あとはね、ちなみに紹介しときます。今座っておられる人は、今僕のアイコンを書いてくれた人です。ありがとうございます。かわいいでしょ、このアイコンのね。で、ガチャガチャもそうだけど、これが、これ今日のパスタです。米粉麺なんですけど、中華麺って書いてありますが、パスタで使います。京都伏見の宮本ファームさんっていうところのパスタです。米粉麺なんで、アレルギーの人でも大丈夫ってことです。本日これも販売しております。お願いします。はい、で、この絵を描いた方が一番客です。あそこにいます。あそこにいます。近くですいません。厨房に入ってみたいと思います。はい、肉系だそうです。肉系、厨房に入ってみたいと思います。画面用に、画面用にはご注意くださいよ。リタ君とモジャモジャの下村君は、モジャモジャ言うんですか。でモジャ、これはモジャモジャや。なんでモジャモジャ言うんですか。ごめん、サラサラの、なんでサラサラ言うんですか。サラサラの下村君は自分たちのお店で行き来をしてて、あの料理を食べ合いっこしてるんですけど、今日こうやって厨房に一緒に立つのは初めてだそうです。そうなんですよね。はい、なかなか
も、一回でも、コーヒーかけて金入れてくれはりましたよね。あれね、カウンター外なんですよ。あれだったっけ。あの時はね。コーヒーだと怖いわ。はい。なんか初めてなんで、こうやってちょっとイチャイチャしてます。やっぱキッチン内はね、全域なんで、なかなかやっぱ、それは見れたらあかん場所です。そうやね。これはね、この辺はね。あれ、あれな。勝手にご飯入れに来はるって、はるけどね。飯泥棒の田川です。これどっちでしたっけ？クリーム系だ。クリームです。あ、でもなんかお任せすんのもおもろいけど。まあでもほぼお任せみたいなもん。まあね。できた？もう行きますよ。ロムちゃんコーヒーとか飲んだ。僕もこうやっていろんなお店さんとつながることによってお料理をする場面とすごくなんか機会が多くなりました。見る場面がね、食べること好きっていいっすね。いいっすよね。食欲が一番積みないですよね。やっぱりね、一番楽しい。今の名言すげえ。食欲は一番積みがないと。そうですね。一番イチャイチャすんなよ。どちらかといえばこの2人でやってありますけどね。そ, うそうね、1人減ったやんか。ってる本人が、まあ、1人減ったよ。イチャイチャしてるから。何の曲ですか。分かれ情熱大陸。あ、戻ってきた。おかえりなさい。知らせや。知らせね。そう、こうやって時々忘れるスタイルですね。あ、そっか、これ知らすか。忘れるスタイルで、頼んでないものが入るスタイルですね。はい、もう一発目からちょっと、先ほどちょっと、本当に実験っぽくて、はい、もうリアル実験です。何だっけ、何オイルがあるって言ったっけ。トリュフオイル。あ、トリュフオイル。トリュフオイルあるでって言いながら、かけないっていう。そう。今日はそんなスタイルです。お店やるときもオープンラボを言ってるんで、オープン、実験でオープンしてるみたいなのをこう4年ぐらい続けてるんで、うちも。オープンラボ。そう、もうオープンをずっと実験と見立てて。へぇ、なるほどね。変化で、あんまとどまることがない。なるほど。皆様の伏見のリタコーヒー、ぜひ。はい、ぜひぜひ。って言いながら僕も行ったことないですけど、まだ。思いますね、タイミング合わなかったですね。そうそう、一回やらかしたんでね。やらかした。だからね、会うのちょっと怖かったんですよ。なぜに、ね、やらかしたんですか。ああ、予定してたのに、キーだったから。ああ、もう全然そうね。なんでそんな僕の顔を伺うんですか。イチャイチャすんなよ。やいやい言うな、みたいな。もう、一人になってしもたやんか、すいません。あ、見てる人は。はい。では、できたかな。コーラ、ちょっとお願いします。コーラね、はい。コーラどちら。あ、なるほど、了解です。さあ、もう上がりますよ。はい、じゃあちょっとカウンターで待ってみます。はい。そうですね、しまったな、スタンド間違えたな。ちょっと斜めます。知らせ、知らせ、はい。これなんか空心菜。空心菜、はい。ちょっと多めに丸つけといたんで。すいません。ちょっと大きめのバネが。あと一つはバジル、あと一つはパセリって書いてある。肉系で。あ、どうも。スタッフなのにご飯を食べます。すいません。